えー、ついつい子どもの反抗的な感情に乗っかってイライラしてしまうのですが乗っからずに話し合えるテクニックやこうするといいよといった方法があれば教えていただきたいですとのこと先生いかがでしょうか子どもの思春期って母親にとってはなんか更年期ですよねこれも結構あの <laughs> 考えなななけけければいけない部分なんですけど自分自身もあんまり調子が良くない時期が始まる思春期なんていう方も、ね、おいでになりますけれどもなのでイライラしてしまうっていうのはやっぱりこれは当然でそれを乗っかからないようにしたいなと思ってるお気持ちもよくわかりますでもあのそんなこともあり今イライラする自分は悪いとかって絶対思わないでいただきたいなということは。 大前提です。思春期の子どもの対処っていうのは子どもを守るということと自分を守るということと二軸で考えていいいいくのがいいと思いますで。その上でですねイライラに乗っかからないようにするためにはまずはあの最初こう深呼吸するだとか冷静になるだとか1回目をつむってみるだとかいろいろこう自分の感情のコントロールをする。 工夫点というものを自分なりに見つけておいてイライラしてきたら手を洗うだけでもいいと思うんですよねトイレに行くなんて人もいますしそういうイライラを一旦鎮める何かは備えておいてくださいその上でですねそれから話し合いなんですけれども、まあ、否定はしないで共感をするというのをファーストステップに持ってくると 良いですこれはコミュニケーション対話をするための組み立てなんですけれども子どもが言っていることに多分賛成はできないと思うんですね親御さんは。なのでそんなことないわよって否定をしてしまう子どもが投げてきたボールはそんなことないわよってポンって跳ね返してしまうと思うんですが子どもは何か思うところがあって悩みがあってそのボールを投げてきてなので一旦それは受け止めたり。 そそうかそういうかいに感じてるのね、まあ、友達の悪口だったとしましょう「まるちゃんはひどいんだ」って言った時に「いやそんなことないよまるちゃんだっていいことあるよ」なんて言うともうそれで話し合いが進まなくなりますので「まるちゃんはひどいんだ」っていう話になった時に「そうかあなたは今日つらかったんだね」とか「まるちゃんとぶつかっちゃったんだね」ということでまずはつらかったっていう気持ちを受け止めてあげる。その後で 例えば、お母さんの考えを言ってもいいかなということで自分の考えを示すとかそんな前提つけなくてもいいんですけれどもお母さん、こう思うようだとかそういうふうに思った理由はどうなのということでその後に対話をしていく子どもさんが自分のことを少し客観視できるような対話あるいはお母さんはこういうふうに思ってるんだって意見をもらえるような対話そんな少し冷静に今度は子どもがなれるような対話を持っていくのが良いと思います。 なのでテクニックとしてはまずは深呼吸それからボールは受け止めてそうかあなたはそう感じてるのねこれが受け止めのコツですそうかあなたはそう感じてるのねしかしながらお母さんはこう思うぜひこれでやっていただきたいなと思いいますはい、ありがとうございます。 具体的な例で教えていただいたのですすごくいいいなと思います私はちょっとまあもう少し具体的よりはざっくりと全体的な話の中でお話ししたらいいかなと思ったんですけれどもまず一点先生がおっしゃってるのは傾聴っていうことですね心理学の中で相手の意見をよく聞くということで親子関係ではまずそれが難しいんですよね、うん、まず自分の意見を言ってしまう、ね、親が。 でそれに合わないってことはあなたがおかしいってことになってしまったりして、まあ、親っていうのはよく「絶対ダメだと思う」とか「ね絶対10時には帰ってこなきゃ」とか、ね、絶対っていう言葉よく言うんですよ、うんまああの。まあそういったことに絶対ってことはないんだなって、まあ、自分の,あの昔を振り返ってみても親とはうまくいかなかったとかいろいろあると思うのでまずその辺のまあ 人の気持ち、子供の気持ちを受け止めるっていうことはもちろん大事だなと思いました。あとですね、やっぱりこの中年期になってきた女性が自分自身の生き方をやはり振り返る時期がこの娘たちが思春期の時期だと思うんですね。うん、その時に。 やっぱり親自身が女性が今後どうやった自分の,、まあ、あのさ先半分ぐらいしか来てない人生を過ごしていくのかっていうことを仕事をするもちろんそれも大事でしょうしボランティアをやってみようとかまだまだなんか新しいことを学びたいから学校に行ってもう一回なんかの違うことを学んでみようとか。 そういったことがあると結構忙しくなるのであの子どもの,あのイライラにこう気にならなくなるというかいうようなところもあるかなと思うんですね。学校から帰ってきてき娘の宿題はどうなのどううななののとか言っているとやっぱりあの子どもの関係においても口出ししたくなるし。 という中で自分が仕事してるとじゃあ明日は何時に出なきゃいけないのかなとかじゃあご飯の明日の支度はどうしようとか誰がどうか買い物しとくのかなとか何かいろいろ考えなきゃいけないことたくさんありますよねそういった中で自分の生き方を模索していくっていうことがあのとても大事になってくるなと思っているんですよ。 であのまあ、娘から見てそういうお母さんを見て育つと育たないじゃあ全然違うと思うんですね。うん、だからあの娘はよく見てますよお母さんのこと。父親なんか全然お母さんをよく見ているので、まあ、別に寝そべってテレビ見ててもいいし何しててもいいんだけども。 まあざっくりとしたこう長い目で見た生き方においてあお母さんが生き生きとしてくれていることがやっぱりすごく大事かなと思っています。まあ、そういう中での母親自身の生き方を娘が見るまたそれを見せていくっていうことがあの娘の将来にとってすごく大事になってくると思ったので、まあ、イライラしてどっかっていう時にグッと我慢するとかあのトイレ行ってみるとかそういう発散法へのシフトも大事だと 思うと同時にうん、あ、娘もなんか悩んでるんだなっていうことに共感すると同時に自分自身がどう生きていこうかを考えていくのもすごく大事かなというふうに思っていました以上です私は本当にその通りで100%子供に向いてしまう目はどうしたらいいんだなっていう,うを悩んだんですけれども、うん、結果としてですねそこから私は学び始めたというか、自分の人生っていうものを、うん 2> 第2章でですよねあの、えー、生き始めることができてもう皆さんにお伝えしたいのはそこからが長い、えー、本当に今あ,のありがたいことにこう寿命も長くなってきたっていうこともありましてでまたその思春期までにいろいろ子育てを通して私たちは社会というものを見てきたその中でいろいろな課題も感じているその課題に対して自分だったらどんなことができるんだろうと考えていくことが 聞いては子どもとの良好な関係というものにつながっていくなとつくづく思います娘たちからのすごいお母さん変わったねーということをすごく言われてうん、うん、あその変わったねをかつての私はネガティブにしか取れなかったんですが今の私は多分変わるっていうことをすごくポジティブに受け入れられるなって娘さんたちからそういう言葉をもらえるっていうのはすごくいい関係がうまくいってるってだと思います<笑><笑>うちの子なんかは。 やっぱり私も仕事をずっとしてきている中であの私は研究者としてすごく遅いんですよ。みんな周りが博士号を取ってねどっかの国立どこ行っいたとかいう中で自分はまだずっと子育てしながら自転車に子供乗せて幼稚園通ってたし、まあ、そういう中でもなんかやりたいことを細々とやってきて今につながってきたかなと思って。 いるのでまあ今にして思えば娘としては仕事をしてくれていてよかったっていうんですよどういう意味っていうとい <laughs> あとまあそういうまあ研究職とか見る中で、まあ、娘も自分がやりたいことを今やれているっていうのもありがたいことだなと思っているので今日聞いてくださっている皆様も自分が将来どうしたいかなっていう自分自身のこうビジョンを持っていくとよりよく。 子育ても関われるかなってそういう時代かななんて思ったりして